北区は新潟市を構成する行政区の一つ。地域北東部を流れる阿賀野川の右岸側に位置する行政区である。豊坂駅前。2000年代初頭に歩道部にアーケードが整備された東区の北東に位置し、新潟市中心部から見て最北部の行政区である。地理的には新潟市の東端にあたり、区域のほとんどは東区よりさらに東側にある。 平成の大合併前から、新潟市域であった北地区と、同合併時に編入された旧豊坂市域で、主に構成され、区役所は旧豊坂市域に置かれている。なお区域にはこのほか新潟市石山地区事務所管内であった、細山の一部、旧横星町域であった十二前も含まれる。また松浜城は、阿賀野川を挟んで東西にあるが、このうち、佐賀川は、 東区中地区に属している。日本海東北自動車道、国道7号、国道113号、JR 白新線等により、新潟市都心部から比較的交通アクセスが良い。越後平野が広がっており、区内で最も標高の高い地点でも30メートルに満たない。海側の商品、南浜地区は、新潟砂丘の砂丘列が何本も横切るため、 比較的標高が高いが、一方で内陸部は大半が標高0から4メートルと低く、台上にできたわずかな自然堤防の微高地に古くからの居住地が形成されてきた。高度成長期以降には森土による宅地開発により、広範湿地にも市街地が拡大した。低地ゆえに1966年の7.17。 水害や1967年の8.28水害、1998年の8.4水害など幾度となく水害に苦しめられてきたが、それらを受けて2号川の排水機場や福島家庭放水路など排水施設の整備が進んだため、2000年代以降の豪雨の際は大きな浸水被害は発生していない。海岸部では海水浴が可能。 南東端にある福島方はかつて大きな方であったが、近世以降に干拓が進み面積が縮小。近年は水の公園福島方として観光用に整備、保全されている。新潟市の編入市町村。右上が北区域。旧豊坂市内の旧町村域については、市の資料を参照。旧豊坂市の区域である豊坂地区と、 旧新潟市の北地区で構成される。なお、豊坂地区は区域が広大であるため、旧豊坂市の地区割に準拠し、葛塚地区、木崎地区、岡方地区、長浦地区として記載する。葛塚地区の地域木崎地区の地域岡方地区の地域町浦地区の地域北地区の地域住居表示は、豊栄地区では、くず中心部と、はやつ木崎の小山ュータウン内。 北地区では、商品、濁川、南浜地域の各一部で施行されている。ただし、豊坂地区では、住居表示施行を未施行にかかわらず、中華山、下町、稲荷浦、月見町などといった、実地解明もよく使われており、投票所やゴミ収集の区域割に利用されている。豊坂地区には、東栄町、北地区には、東栄町が存在する。 混同する可能性がある上に、両地域は距離が離れているため郵便配送や救急搬送などで重大なミスにつながる恐れがある。しかし、文化会館、図書館等を抱える文教地区、住宅街であり完全に住居表示を実施されている、全社と競馬上級者街で住居表示を実施されていない校舎で、どこまで混同されて重大なミスにつながるかは未知数である。 阿賀野川左岸側の現在港南区の区域となっている大高山地区と横越地区には同河川の右岸側に飛び地があり、このうち細山と十二前は清嶺市以降後から北区豊坂地区の区域となっている。これらは大正時代から昭和時代初頭にかけて行われた阿賀野川の稼働改修で流路が直線化されたことによって飛び地となったものである。なお、 これら飛び地の行政業務の一部は、現在も江南区の管轄下で行われている。く塚東部緑道、道や川跡桜通り、明治の大合併以降、この地域に、新潟空港周辺部を含めた一帯は、北神原軍西部橋と呼ばれていた。そのため、昭和の大合併時には、県の指針としては一時地帯になるべきとしていた。しかし、阿賀野川の両岸に損益を有していた。 松ヶ崎浜村は新潟飛行場を抱えており、新潟市に近いということもあり、早期から新潟市への編入で動いていた。そこで残り6が町村の北側と南側の2自治体とする合併案も出たが、結果的には濁川村、南浜村も新潟市への編入、残り4町村は新設合併をして豊坂町となっていた。以上の背景もあり、ほぼ全域が 阿賀北地域であったにもかかわらず、商品地区は新潟市編入のかなり前より、また濁川、南浜の両地区は新潟市編入後、阿賀北地域とのつながりが薄れていった。また、豊坂地区に関しては、昭和の大合併後、非正志向までの15年間は、北貫原軍に所属し続けていたこともあり、柴田市などの阿賀北地域との関連も保っていたが、 高度経済成長以後は、新潟市のベッドタウンとして宅地化が進んだため、生活圏は次第に新潟市へと移っていった。なお、合併以前の豊栄市は、普通科の高等学校区はその流れもあり、柴田、村上学区に属していた。合併に際して、豊栄地区は2006年度入学者から、新潟学区に変更された。その後の2008年度入学者からは、 新潟県は全県一学区に移行し、学生は撤廃された。ちなみに、2014年11月の時点で、不動産登記は北地区が新潟地方法務局であるのに対して、豊坂地区はまだ、柴田市局のままである。豊坂地区、北地区とも、市街地、住宅地、集落の外閣部は、その大部分が水田で占められており、稲作が盛んである。 豊坂地区と北地区の濁川地域はトマトの栽培が特に盛んで、北区内の生産量は県内総生産量の約6割を占める。豊坂は1973年に国の指定産地に認定され、現在は主に桃太郎を生産している。濁川では国内でいち早く節水栽培に取り組むなど生産技術の高さがあり、主に 栄養を生産している。また、豊坂地区は、ナスの栽培も盛んで、特に、豊坂独特の特大の長ナス焼きナスは、地区の特産品として知られる。北地区の内南浜地区は、砂丘地であることから、スイカ、メロンなどの栽培が盛んである。栗山米かバカウケファクトリー、新潟北警察署豊坂郵便局区内の、主な病院は、下記の通り、 豊坂図書館名所、旧跡観光スポット、西寺、西寺区域は、東日本旅客鉄道白新線の沿線となっており、区内には4つの駅がある。中心駅の豊坂駅は、特急列車も停車し、新潟方面から同駅までは普通列車が20分間隔で、運転されている。県運の貨物路線である黒山駅分岐、新潟東港専用線は、 黒山駅から分岐して新型東港の南西部に至る。路線バス北区内の路線バスは、新潟交通と同社の地域主会社である、新潟交通観光バスが運行している。南浜地区の島見町、新潟東港工業団地内には、新潟交通の新潟北部営業所があり、市内路線バスの運行拠点としている。運行系統を代別すると、新潟市中心部から、 区北部の商品、南浜方面へ向かう、系統、市中心部から豊坂北部を経由して、柴田市中心部方面に至る系統、主に、新潟競馬場の開催日、場外発売日に合わせて運行される系統、そして豊坂駅と柴田市豊浦地区の月岡温泉を結ぶ路線がある。ただし、これら新潟交通のバス路線網は、区内を東西に横断するものがほとんどで、 区内を南北に循環する路線は非常に脆弱。また、かつては豊坂中心部から黒山、佐々木を経由して、柴田市中心部に至る路線や、岡方や長浦を経由して、阿賀野市の京ヶ瀬、水原方面に至る路線もあったが、いずれも不採算で廃止されている。なお現在、戦術の岡方、長浦など、豊坂南部地区は、鉄道、バスによる、 公共交通の空白域となっているため、事前登録の相乗り方式のタクシーによる自宅からのデマンド交通で補われている。以下、ダイレクト便やモーニングライナーなどの特殊系統は省略した。詳細は各路線番号のリンクを参照。路線図や時刻表は運行便別時刻表を参照。コミュニティバス政令市移行前の2007年3月20日からは、 市が事業主体となり新潟交通が運行を受託するコミュニティバス、区バスが運行されている。前日の通り、区内を南北に従管するバス路線がなかったことから、白新線の主要駅と区北部の商品、南浜地区を結ぶ2路線と、豊坂駅からの公共交通がなかった福島方への路線の計算路線が開設された。この内太郎台浜ルートと、 陽光ニュータウンルートの2路線は、かつて新潟交通が運行し、不採算で廃線となった路線を再編したものである。2019年4月現在では、以下の路線が運行されている。路線図など詳細な運行情報は、区の公共交通を参照。高速バス工実の日本海東北自動車道、く塚 BS には、新潟山形線が停車する。 豊坂駅の無料レンタサイクル、豊坂駅で無料レンタサイクルの貸し出しが行われている、広域の道、堂、崎と花の丘方街道高速道路、国道区北部を東西に貫く国道7号新進バイパスは、どもりの連続立体交差方式となっている。県道注射区出店、ありがとうございます。